僕は命令を遂行するためにキュベロンから来ました。あなたは勝てないわ。私はサイがアンジェリーナにこの身を分解してもらうために来たのです。庄司藩、お名前は決めたはるんですか？うん、女の子だった時の名はな。ええ、ようこそこの世界に、エレオノール。エレオノール、ほなら、えっちゃんやね。ええ名前や。ギー君、いろいろ助かった。君のおかげでこの子は無事生まれることができた。別に、あんたもおさんお前に慌てへんなんて大した偉人さんや。自分が子供を産む時も落ち着いてバンバン産みなされ。一体僕は何をやってるんだ。アンジェリーナの体内から柔らかい石を取り出して赤ん坊に移し替えるのが使命なのに。ちょっとギー、エレオノールを見ててくれる？洗濯物取り込んでくるから。冗談じゃない。子供なんてどう面倒を見れば。火から近いんだよ。なんだこのボロい家は。寒いんだよ。私はこの子が大きくなるのを見てから分解されたい。どのくらいで大きくなりますか？明日ですか？そんなに早くは無理よ。人間はゆっくり成長していくの。悲しいことや楽しいこと、いろいろなことを学びながら、だいたい20年で大人になると言われてるけど、20年、そんなには待てない。あなたに分解してもらうのだから。まだその気持ちは変わらない？笑うことを求めて疲れてしまいました。私が笑うことを望んだ造物主様にもこのままでは会えない。もう消滅するしかないのです。そう。でもね、あなたはこの子が生まれる時に立ち会ってくれたわ。だから私は壊したくない。何を言ってるんだ。こいつのせいで多くの人たちがゾナハ病で苦しんでいるんじゃないか。僕やあなただって。私もあの時のことは忘れていないわ。だけどこの子が生まれた今、過去の怨念でこの子の門出を飾りたくはないの。アンジェリーナはああ言ったが、お前は敵だ。企みがあるなら吐け。これは尋問だ。私は
どのオートマータよりも人間に近い人形です。でもいつも感じてきました、大切な歯車が欠けていると。それがどういうものかは分かりません。でもそれさえあれば何かになれる気がしていました。それで欠けた部分とやらは分かったのか。いいえ、でもここに来てからはそれについてあまり考えなくなっていました。欠けた歯車のせいで人間にもなれぬ、この髪の毛だけが存在理由の私なのに。どういうことだ。造物主様は私のモデルとなった人間の髪の毛を植毛されました。私がその女性の生まれ変わりになるように。だからこの髪を持っていることが機械である私の存在理由。でもあの子は、エレオノールは機械だろうと人間だろうと関係なく泣き、わめき、そして私の指を握ってくれました。エレオノールの前ではようやく別の何かになれそうな気がするのです。指を握った。それがどうした。僕なんか汽車のおもちゃを作ってやったんだぞ。私はおむつの取り替えをしました。僕だって汗もにならないようにパウダーをつけてやってるんだ。たらいのお風呂の時、エレオノールは私の袖を掴んで離さなかったのですよ。僕だってうわー、ちくしょう。エレオノール、かわいいよな。ええ、ずっと見ていたい。考えてみれば、僕らを殺すつもりなら出産の時やってるはずだよな。エレオノール、そろそろお眠の時間かな。ええ、その前におむつを変えてあげなければ。なんだ、みんな揃って。あら、あんたたちも行くんやないの、隣町のお祭り。庄司様がみんなに美味しいものをご馳走してくれるんだと。へえ、聞いてなかったな。こうやって見るとお前にそっくりだ。あら、あなたにだって似てますわ。顔の色が白くなったな。まるで全ての生命力をエレオノールにやってしまったかのようだ。ええ、でもね、あなた、どうやらそれだけではなさそうなの。あ？あらあらどうしたのかしら。よしよし、かわいい坊や、愛する坊や、風に葉っぱが舞うように、坊やのベッドはひらりひらり、天にまします、神様よ、この子にひとつ、みんなにひとつ、いつかは恵みをください。村祭り？初めて聞いたわ。庄司が村人全員にご馳走すると聞きました。私はそんなこと言っておらんぞ。え、じゃあ誰が？この音はオートマータついにここまで来たか。まさかお前が。フラシーヌ、
大丈夫。彼らには帰ってもらいます。私はオートマータの主人。私の命令は絶対です。なんて数だ。かわいい私の人形たちよ。今までの忠説ありがたく思います。私は真夜中のサーカスの団長として命じます。ここを立ち去りなさい。立ち去りなさい。誰だよお前。柔らかい石はどこだ。どの人間の中にある。何しんだ。これは信じてください。なぜ言うことを聞かないの。ギー君、オリンピアを出せ。アンジェリーナはエレオノールを連れて逃げろ。私も戦わせてください。無理だ。人間以下の力しか出せなくなっているんだぞ。私も戦うわ。フラシーヌ、エレオノールと柔らかい石をお願いね。まさか柔らかい石はその子の中なのか。私はアルルカンを使って戦える。でもあなたには無理だわ。だからあなたがこの子を連れて逃げるの。私を信用するというのですか。ええ。ほら、いい子にしてってね。たくさんの幸せがありますように。待て、そこまで信用していいのか。手の込んだ計画かもしれないんだぞ。私はする。今はするしかないのだ。こっちだ、行け。その代わり必ず守れよ。はい。何か抱えて逃げたぞ。きっと柔らかい石だ。私は今まで多くの人間を殺し苦しめてきた。なんと恐ろしい存在だったのか。でもあの人間たちはエレオノールを託してくれた。こんな人形を信じてくれた。だから私は答えたい。この子だけは守ってみせる。一度くらいは自分で笑ってみたかったけど、今は。今の私では登れない。それにオートマータたちが。どうしたの。そうか、この水は人間の子供には冷たすぎるのか。うわ、れ大東、国空、小東、雷神、この二振りには私の血を流してやる。アクアウィータイが溶けた白金の血は疑似体液を無効にする。踊れオリンピア。おいでオートマータ、柔らかい石はこの体の中にある。アンジェリーナは自分にオートマータを引きつけるつもりだ。なぜかは知らないが、幼いエレオノールの中に柔らかい石が映ってしまった。だから悟られぬよう目立っているのだ。エレオノール、しっかり。エレオノール。バラ色に染まっていく。柔らかい石はあなたの中に。その石があなたの危機に反応したのね。ごめんね。
私が落ちたばっかりに。怖かったろうね、痛かったろうね。ね、泣かないで。どうしよう、どうしよう。かわいい坊や、愛する坊や、風に葉っぱが舞うように、坊やのベッドはひらりひらり、変にはします。神様よ、この子にひとつ、みんなにひとつ、いつかは恵みをくださいますよ。落ち着いた？ほーら、ベロベロ、バーッ。笑ってくれたの？こんな恐ろしい人形に。ベロベロ、バー。星が見えるわ。あ、なんていい気持ち。私の子供と旦那様に何をする。アンジェリーナ、アンジェリーナ、アンジェリーナを連れて逃げてくれ。ここは私を食い止める。あなた、ありがとう。おう、またすぐに会おうな。大丈夫さ、白金はアクアウィタイで不死身の力を得てるんだ。こんな傷で、こんな傷で、でもなぜか塞がらないんだよ。ごめんね、ダメみたい。そんな、ママ。やっとママンと呼んでくれたわね。もっと早くこうしてやりたかったんだぞ。ママ、行かないで。せっかく僕は。エレオノールをお願いね。あの子に私のような運命を背負わさないで。あなたのように一人ぼっちにさせないで。わかったから、ずっと僕のそばにいてよ。僕を一人にしないでよ、ママ。もっとママンと呼んで。エレオノールの分まで。石がない。そうだ、さっき逃げたやつだ。アンジェリー、エレオノールを頼む、この刀で。ねえママン、僕は確かに悪い子で、
あなたにひどいことをたくさんしたよ。でも、もういい子になるから。エレオノールは僕が守るから。だから、帰ってきて。くらえ！どうだ、お前もあの女みたいに屈折だ。二人仲良くあの世に行け。あの世に行ったらもう帰っては来れないのかな。人間なら当然だろうが。人間か。うん、白金だったけど、あの人は人間だった。とっても優しかったよ。とっととあの世に行け。いつの間に。分かっているさ、アンジェリーナ。あなたはもういない。エレオノール！よかった、無事で。アクアウィタイ、フランシーヌの服。そうか、ここからアクアウィタイが流れ出て、フランシーヌがやったんだ。あの体で何度もここを撃って、最後までエレオノールを守り通したんだな。欠けた歯車は埋まったのか。お前は何かに慣れたのかい？